は日本最大級の建築家ネットワークアーキテクツスタジオジャパンの提供でお送りします。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.海外のデザイナーやアーティストが創造する空間美学、人々の輝ける暮らしを求め創造という終わりなき道をひたすら走り続ける。建築家とは創造のアスリートなのかもしれない。今回のフォーカスアスリートは建築家山本理研。日本建築学会賞を2度受賞するほか、今年ザ・サークル、チューリヒ国際空港プロジェクト国際コンペ最優秀賞を獲得。まさに日本が世界に誇る建築家の一人である。地域社会圏の実現、人々の豊かな生活を未来へつなげる地域社会の確立、それは建築が及ぼす影響力で人と人をつなげ安心のできるコミュニティを生み出すこと。今回は山本が提唱する地域社会圏構想を中心に彼の建築に対する思いに焦点を当ててみた。1955年に公団ができたんですよ。日本住宅公団というのが公共建築ですよね。県営住宅や市営住宅も含めて、そのぐらいから一気にこう日本中に、まあ、団地の風景ができてったんですね。まあ、その時にその売りは何だったかっていうとプライバシーだったんですね。それで我々はそこからずっとプライバシーがいかに重要かっていうことを学んできたわけですね。でもそれはもう住宅の中でいろんなことができればね、高齢者の世話もして子どもの世話もしてみんなできればそれでよかったわけですね。でもこれだけ高齢化してくると本当にプライバシーっていうのはその本当に今でもそれが大切なものとして僕らが生活してるのかどうかね、よく考えてみると怪しいわけですよね。誰かに頼ってるわけですよ。いつも近所の人だっていろんな人がいますよね。でも一人で住んでるわけじゃなくて必ず誰かに頼りながら助けてもらいながら住んでるわけですね。でにもかかわらずいかにも自分の一人で住んでるかのように、まあ、都市ができてるわけです。でそれはどっかで何かごまかされてるんですよ。我々本当は違うんじゃないのっていうのが僕の意見でね、もうちょっとお互いに助けられてると思うんですね、どんな人でも。だから建築家にもそれはすごく責任があってね、建築はその注文主がいないとできませんから、まあそういう注文する人の思想において作らざるを得ませんよね。でその時にじゃあ建築家としてこの地域には高層マンションは建てない方がいいんじゃないのとは言えないわけだよね。経済的に基準を上げることが最も重要であるっていうふうな社会を組み立ててきちゃったから、だから本当はそうじゃなくて作る人に本当は倫理観の中心があるはずでね、建築を作るんだとしたらやっぱりその地域社会の中ではこれはこんなに高くしない方がいいんじゃないの、20年後30年後考えるとねこっちの方がいいんじゃないのっていうようなことを建築家がちゃんと言わなきゃいけないんですよ。さらにこれからの建築がどうあるべきか思いを募らせる。実際に作らなくてもいいから国はどういう住宅を理想の住宅として今考えてるのかっていうことをね、ちゃんと僕は言うべきだと思うんですよ。国家としてはこういうような豊かな街にしていきたい、だからこういう規制をします、だから民間のデベロッパーもここに従ってこういう街を作っていきましょうねっていうメッセージでいいんだけどね。そして
建築家としてのビジョンを明確に告げた。やっぱりその隣同士がきちんと会ったら挨拶できる程度のそういうような住宅なり地域社会をモデルとして作ろうというのを思ってます。それは我々の責任だと思うんですよ。建築家の我々がそのモデルを書かないと誰もやらないですからね。で住宅一つにしても公団みたいな住宅を見てみんなああいうところに住みたいなとかって思ったんですよね。同じようにこんな風なところに住みたいなと思えるようなそういう都市を我々が作んなくちゃいけないわけですね。山本の地域社会圏構想は着々と彼の作品の中に芽吹いている。現在韓国で進められているこのプロジェクトはまさにそれだ。韓国はですね、2030年にほぼ今の、日本と同じくらいになるんですが4分の1が65歳以上ですね。人口の半分ぐらいが一人住まい二人住まいになるんですよ。日本は今まさにそのぐらいだと思いますね。だから韓国のこのコンペはそういうことを見込んで、韓国政府、日本でいうと公団ですねが主催したコンペで、未来のこう韓国に対して、どういう住宅をこれから提供していけばいいかね、そういうことが求められたコンペだったんですね。ここを地域社会系モデルで考えたことがその具体的に提案したんですよ。でここもすごく高齢者が住むし、低所得者たちが住むんですよね。でそういう人たちのための新しいモデルということなので、今までの住宅のようなものとは違う提案をしたんですね。広大な敷地に建てられる各棟をそれぞれ向かい合わせにして各部屋の開放部を互いの棟から見えるように設計している。開放部は各部屋のプライバシー空間とはせずオフィスや日向ぼっこができるフリースペースとして利用する。さらに建物の間に畑や共同炊事場などを設置し人々が自然に触れ合えることができる集合住宅として提案した。もともと韓国も日本と同じで民間のディベロッパーがたくさんの住宅を供給してますから、そこではもうプライバシーが最も重要なんですよ。だけどもその韓国もこれから高齢化していくとそうやって一住宅に2人ぐらいしか住んでないとしたらね、そういう密室みたいな住宅だとやっぱり耐えられなくなっていくと思うんですね。それは韓国政府もよく分かってるわけです。これからこの住宅をできることによってこんなに住みやすいでしょってやっていかなきゃいけないわけですね。建築って出来上がっちゃいますから、出来上がっちゃうとそこに住まざるを得ないからね。その住むことによってその意識ってすごい実は変わるんですよね。韓国側はそういうところに、もうちょっと日本の国よりも勇気があるのでそういうことをやるわけですよね。未来を見つめてるわけだよね。ここからは山本の代表作品を紹介しよう。埼玉県立大学や函館未来大学などの教育施設では独特な配置を施し教育プログラムや施設運営に影響を与えることを狙っている。福生市庁舎や横須賀美術館などの公共施設では敷地条件を考慮した設計で環境と一体化した作品となっている。東雲キャナルコートや北京圏外双方などの集合住宅ではこれからの集合住宅の在り方を提唱する意欲作となっている。そして2010年ザ・サークルチューリヒ国際空港プロジェクトにおいて国際コンペティション最優秀賞を受賞。数年後には山本の設計した空港施設がスイスに誕生する。当然向こうとしてはかなりの投資額になる建築ですので非常に慎重に建築家を選びたいわけですね。それもその建築家ってさまざまな建築家が世界中にいるのでその人たちからどういう人たちをこう探し当てるかっていうのは向こうにしても大事要なわけですよね。そういうのが日本とはやっぱりかなり違っていて日本だと多分こういうことは起きないと思うんですね。かなり大手の事務所がいてディベロッパーはある程度自分たちで決めちゃうんですよね。ヨーロッパの場合だと設計者が一体何を考えどういう思想を持った人で、この全体の建築をどんなふうに考えて、まとめてそのスイスの工場を経営している会社に対してどれだけのものを提供できるかということを徹底して考えて探すんですね。それだけこう建築家に対する信頼度が違うんですね。もう多分日本には非常に優れた建築家が多いんですよ。
世界的に見ても、でその人たちの才能をほとんど外国で使ってて、日本の国は全然彼らを使ってないんですよね。でほとんどの、建築家たちは外国でほとんど仕事してますね。日本では活躍する場所がないっていうのが現実じゃないですか。ただ我々はそのやはり日本でこそやりたいと思ってるんですけどね、その新しいいろんな才能を持っている人たち、建築に限らずね、新しい人をこう社会を作る時に参加させるような仕組みをもう一度日本は作っていかないと、僕らはなかなか登場するようなチャンスがないかもしれないですね。最近分かったんだけど、建築家の役割っていうのはその豊かな地域社会を作ることだっていうふうにみんなで決めた方がいいと思うんですよ。それが建築の仕事だっていうことをまずこうみんな考えてくれたら、こうクライアントが来てもこれは周りの人たちに迷惑かけますよねって言いやすいじゃん、そういう仕事だっていうふうになってる。でも今はそういうふうに認められてないんですよね。豊かな地域社会を作るっていうような仕事だとは誰も考えてくれないんですね。そこが一番働きにくい原因かもしれないですね。もうヨーロッパはやっぱ全然違うな、自分の作りたいものを作れましたかってこう最後に聞いてくれるんですよ、他の国で。で そしたら私たちも幸せなんだけどもっていうクライアントの側が。と日本は逆で、できるだけ山本思う通り使い出さない方がいいと思うやつがいっぱいです。だからその差はすごく大きいですね。そのなんてだろうね、本当はその建築をどう作るかっていうことは我々の社会をどう作るかっていうことと非常に深く関わっているはずなのに、そういう建築を大切にしてないっていう感じがすごくあってね、実はそのどういう環境を作るかっていうことがね、これからの社会を作るときに非常に僕は重要なことにますますなっていくと思うんです。で冒頭に話したような、高齢化していけばいくほどどんな環境にこれから我々が住んでいくかっていうのは、非常に重要な話になっていくわけですね。それでその貧しい社会っていうかね、疲弊した社会は環境に現れるんですよ。要するに環境がダメなところは世界中僕いろんなところ見てますけども、やっぱりダメな環境のなところ、疲弊した社会っていうのは本当に貧しい環境しか生み出せないんですね。だからその我々が一人一人がこういいところに住むっていうのは、いい家に住むんじゃなくていい町に住むっていうのね、そういうような町をこう作っていくというのが建築家だけじゃなくて多くの人の責任じゃないかなっていう感じがしますけどね。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を覗く住宅展開催中。